ローレル・ブレア・サルトン・クラークは、アメリカ合衆国の医師、アメリカ海軍大佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。コロンビア号空中分解事故に巻き込まれて亡くなった。クラークは、アイオワ州エイムズで生まれたが、故郷は、ウィスコンシン州らしいんだとみなされている。後に、コロンビア号空中分解事故に関する400ページに、登る NASA の公式レポートをまとめた。 NASA の航空医官で、夫のジョナサン・クラークと息子のイアン・クラークを残して、亡くなった。クラークはガンマ・ファイ・ベータ女子学生クラブのメンバーだった。KC50 というコールサインで、連邦通信委員会からアマチュア無線の免許を受けている。クラークは次のような多くの勲章を受けている。の印がついたものは、死後の追蔵。クラークは医学を学んでいた1987年3月に、 アメリカ海軍潜水実験隊での訓練を熱心に行っていた。医学校を卒業すると、彼女は1987年から1988年まで海軍医療センターで小児科学の研究を行った。その後コネチカット州クロトーンの海軍海中医学研究所、フロリダ州パナマ市の海軍ダイビングサルベージトレーニングセンターで働いた。その後、 スコットランドホーリーロッ号の潜水艦第14艦隊軍医長として勤務期間中彼女はアメリカ海軍及びネビーシールズの潜水員と共にたびたび潜水を行って潜水艦から多くの医療救助を行ったその後クラークはフロリダ州ペンサコーラの海軍航空医学研究所で6ヶ月間の航空医学の訓練を受け航空医官となったアリゾナ州 ユマの海兵隊飛行場に滞在し、アメリカ海兵隊ハリアーヤ州部隊に所属した。一度の西太平洋遠征を含む何度か従軍し、厳しい環境の中で医療活動を行った。この作戦によって、彼女の部隊は年間最優秀部隊を獲得した。1996年4月に NASA の宇宙飛行士に選ばれ、1996年8月から、 ジョンソン宇宙センターに勤めるようになったと言われている。2年間の訓練と評価を経た後、彼女はミッションスペシャリストの資格を得た。1997年7月から2000年を8月にかけて、クラークはペイロード、居住制局の宇宙飛行士室で働いた。クラークは STS-107 で宇宙を訪れ、15日22時間20分宇宙に滞在した。 STS-107 コロンビアから16日間の宇宙飛行を行い、科学実験を行った。1日に交代制で24時間働き、約80の実験を実施した。生物学の実験としては、宇宙でのガーデニングなどがあったと、死の前日に、ミルウォーキーのメディアに答えている。STS-107 のミッションは、2003年2月1日に、 コロンビアが大気圏再突入に失敗して突然終わった。着陸の予定時間の16分前だった。残骸から回収された機上のビデオテープによると、ミッションコントロールは事故の直前、クラークにいくつかの小さな仕事を依頼した。彼女は今は忙しいが数分で手が空くと答えた。彼女は心配しないで。あなたは世界中の時間を持っているんだから。 と語った。彼女から友達や家族への最後のメッセージはコロンビア号から送信された電子メールだった。ありがとうございます。